皆さん、こんにちは。今回も猿に代わって解説しますので、よければ最後まで見てやってください。8月も後半になると、めっきり涼しくなったので、猿は火遊びばかりやってますが、今回は焚き火ではなくて、セリアのミニスウェーデン陶器です。前回までの動画では、陶器の穴を拡大したり、穴は開けずに、皮膚希望で燃やしたりしましたが、視聴者の方から、空気が足りないというご指摘をたくさんいただきましたので、今回は、トーチの中央、上から下まで通する穴を開けて、さらに、トーチの底に近い部分にも、複数の空気穴を開けてみました。これでもかというぐらいに空気穴を開けてます。下の方の横からも空気が入る穴を開けます。すると、この時、予想はしてましたが、やってしまいました。考えればわかることですが、もともと、際どい部分に、直径1センチの、大きな穴を開けてますので、仕方ありません。おそらく、これでもまだ空気は足りないだろうと思いましたので、別のトーチでやり直すのではなく、このまま、続けていくことにします。念のため、木工用ボンドでくっつけて、完全にくっついて乾くまで、2、3日の間、放置しておこうと思います。前回までの経験で、トーチの下の方は、最後の最後まで、燃えずに残る傾向だったので、ボンドで接着しておけば、おそらく大丈夫ではないかと思います。ちなみに、一般的な木工用ボンドは、酢酸ビニル樹脂という成分でできていて、耐熱温度は60度から80度らしいので、熱には強くありません。そこで、接着剤で留めた上から、針金をぐるぐる巻きにしておきました。今回は、燃えているトーチの上に直接シェラカップを置いてお茶を沸かすことが目標なので、もし、燃えている途中でトーチが中央から真っ二つに割れてしまったら、シェラカップのお湯ごと、倒れてしまい、目も当てられません。それだけは避けたいと思います。細工は隆々です。サルバージョンのミニスウェーデン陶器が完成しました。本当は空気穴をあと2箇所増やすつもりで穴を開けていたので、少しバランスの悪い開け方になっていますが、これで良しとします。ある視聴者さんからキャンドゥのシェラカップ網をトーチの底に敷くのが良いのではないかというご提案をいただきました。トーチの底に網を敷いて少し底を浮かせることによってトーチ底からの空気の流入が促進できるように思いましたのでその通りにやってみます。今回は着火剤を使わない代わりに灯油を少しだけ中央の穴に垂らして染み込ませてみました。猿は燃えにくい薪を使う際によく灯油を使うのですが、これは、慣れてないと危険なやり方なので、絶対に真似はしないでください。猿は、トーチ中央の穴から炎が噴き出すことを期待していました。が、予想外に、開けた空気穴に染み込んだ灯油に反応して、トーチ側面から炎が上がっています。側面ににじみ出た灯油が燃え尽きた後は、期待通り、トーチ中央の穴から炎が昇るようになってきました。ただし、そのまま放置していると、やはり空気不足なのか、炎の勢いが衰え、次第に怪しくなってきました。根本的な空気不足を解決するためには、もはや、トーチ側面の4方向に入っているスリットの幅を広げるしかないのかもしれません。まあ、皮膚希望で空気を送ってやれば解決しますし、一般的なスウェーデン陶器の場合でも、皮膚希望を駆使することで、燃焼状態を調整するのは同じことだと思いますので、そうした意味では、この状態は何も特別に悪いことではないようにも思います。やむを得ず、着火剤を使いますが、今回は、ファイアライターズを陶器上に置いて、上から下に向かって燃やす方法を試してみます。今回は、
前回までの2回と違って、トーチの底から空気が入りやすいよう、シェラカップ網を敷いていますし、空気穴も一番増やしていますので、以前よりも酸欠にはなりにくく、皮膚規模も要所要所では使いましたが、前回のように終始吹き続けるような必要はありませんでした。したがって見て楽しむ余裕があり、スウェーデン島オチらしい楽しみ方をすることができました。一般的に焚き火だと燃料の下の方に着火して上に向かって燃え広げていく方法が普通だと思いますが、スウェーデン島オチの場合は上に点火して下に燃え広がらせることになります。ただしその場合でも下から空気が入って上昇気流を作ることは欠かせないようです。今回はトーチの上にシェラカップを直置きして茶を沸かすことも目的にやっています。ただ実際にはシェラカップを置くとやはり上昇気球が妨げられて明らかに消えそうになりました。そこでシェラカップ網を上下逆さまにしてトーチの上に置き、その上からシェラカップを置くと火が消えることなく湯を沸かすことができました。おそらく今回の方法が今までで一番上手にこのセリアのトーチを楽しめたと思います。放っておいても、底の部分まで完全に燃え尽くすことはできませんでしたが、良しとしたいと思います。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。